ヤコブレフ約マイナス42センターアビアの約マイナス 42D クバーナ航空約マイナス 42D 引き込み、敷タラップから乗客が降りている。約マイナス42は、ソ連のヤコブレフ設計局が開発したジェット旅客機。約マイナス42は、約マイナス40を大型化した、短距離用3発機である。機体は約、約マイナス40同様。 マイナス154やボーイング727のような機体後部にエンジンを設置したリアエンジンレイアウトである。しかしながら乗客数が120席と同じ小型の地域路線用の約マイナス40の30席クラスよりも4倍も増加しており全くの心臓器といっても良い機体である。また、約マイナス40同様機体後部に引き込み式たラップを備えていて ボーリングブリッジや、外付けたラップがなくても乗り降りができるようになっている。1973年に計画が公表され、1975年に試作機が初飛行、1980年にアエロフロートソ連航空で就航している。しかし1982年6月28日に製造ミスによる水平安定版の機構不具合により墜落して、 乗員乗客全員が死亡する事故が発生した。そのため、設計の修正が完了した1984年まで、全ての約マイナス42が、飛行停止処分に置かれた。現在では不具合も解決され、性能も優れていたため2003年まで生産が、継続された。主な派生型としては、約マイナス 42D がある。約マイナス 42D は、 かつての西側諸国での騒音規制もクリアしている。約マイナス42は、ロシアやウクライナを中心に徐々に、従来のツーポレフ製旅客機を代替するなどして、その運用の幅を広げている。旧ソ連諸国の航空会社では、ソビエト連邦の崩壊後は、西側製の機体を導入することが流行となったが、本機はその中にあって、堅調な販売実績を上げていると言える。 約 -42D の引き込み式タラップ AIRLINERS.net ハットと、アフターアップデーティングザ約 -42 エアクラフト、フリーミートザチャプター3 ICAO スタンダード音、ノイズレベル、公式 HP。ありがとうございます。